絵の具をにじませて、アジサイ色の紙を作りましょう。絵の具は赤と青の2色だけを使います。赤の代わりに赤紫を使うと、より透明感のある色になります。まず、画用紙の裏に名前を書きます。ひっくり返して表に色を塗っていきましょう。パレットの広い部屋に絵の具をご飯粒ぐらい出しましょう。そこに筆にたっぷりつけた水を3回くらい絞ります。絵の具を少しずつ薄めながら画用紙の上に水たまりを作っていきます。水や絵の具が足りなくなったら少しずつ足しながら紙全体に水たまりを作ります。後からもう一つの色で水たまりを作るので、水たまりの間を空けておきましょう。色を変えるときは筆をしっかり洗います。そして同じようにして白く空いているところに水たまりを作っていきます。全体に水たまりができたら、水たまりと水たまりをつなぐように間を塗っていきましょう。白いところが残らないように、絵の具や水をにじませながら端まで全部塗ってしまいます。塗り終わったらしっかり乾かします。これでアジサイ色の画用紙ができました。この画用紙を使ってアジサイの花びらを作り、それを集めて大きなアジサイを咲かせましょう。パレットの片付けですが、上手に使えばパレットに絵の具はほとんど残りません。筆に水をつけて軽くこすり、ティッシュペーパーで拭き取ればこんなにきれいになります。にじみの技法と一緒に絵の具の出し方や片付け方も覚えるといいですね。